ペトロシア・フィシフォルミスは、普通海面ツナイソ海面目の海面の一種。学名はギリシャ語のパイタ・ウロー・アルファー、ファイ・シグマ・イータ、ファイ・ロー・ミュー・アルファーから来ており、自然に形成された岩を意味する。1980年までは、ザラ海面目ハプロスクライ間に分類されていた。この海面の分類に関する混乱は、今日も続いており、異なる著者が異なる分類をしている。本では、 NCB 分類を用いる。P フィセフォーミスは、推進後から70メートルの間の突き出した場所や、洞窟内の岩の底面で見られる。本種は、以下の場所で記述されている、アドリア海、エーゲ海、アゾレス諸島、カナリア諸島、マデーラ諸島、カーボベルデ、イオニア海、レバント海、地中海、北大西洋、シドラ湾、西アフリカ、地中海西部。P フィセフォーミスは、 光合成シアノバクテリアとの共生のため大抵、紫褐色をしているが、光が当たらないと白色にもなる。小型で硬い感触をしており、表面上に不規則に広がった球状の証拠を有する。ペトロシノールの構造 P フィセフォーミスは、アセチレン類を生産する海面の一つである。この例の一つはペトロシノールである。ペトロシノールは、炭素数30の ポリアセチレンアルコールであり、違和解面属から1987年に、単理された。ペトロシノールはその抗菌活性により、海面の防御に役立っていると考えられる。P フィセフォーミスは、ひどロキシル化されたポリアセチレンであるペトロフォーマイン類を合成することが知られている。ペトロフォーマイン類は、細胞毒性及び、高腫瘍活性を示す。P フィセフォーミスは、 この海面上で一般的に見られる、つづれウ,ミウシ属のウミウシディスクドリスアストローマキアラタの主な食料源である。これらのウミウシは、消化管にこの海面に含まれる化合物を蓄積し、自身の防御戦略の一つとして利用している。ウィキメディアコモンズには、ペトロシアフィシフォルミスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。